はい、ではね、カウントダウン携帯とかにもついてると思うんですけど、タイマーで通常5分待つということですね。5分待ちましたね。さて、そしたら次は、160から180上げます。このラウチですね。160から180 0.16 で、ちゃんと電流違うかどうか見てください。ではまたやってみましょう。180まで上げます。あ、これをやるの大変なので、まず1に戻して180、うん、でこれを0.1 で20です。ちゃんと 180.0.16 秒、20分ですね。で、先ほど電流値の上がりが気になるんで、180だったら91から92マイクロアンペアなので、それちゃんとチェックします。ちゃんとで、問題ないかチェックして、ここも大丈夫チェックして、スタートです。こんな感じで待ちます。またトラブルがあったらお伝えしますけど、こんな感じで、あともうワンステップずつやってくることですね。じゃあこれで